ホールマン投射機とは、第二次世界大戦で、イギリス海軍が使用した、対空兵器である。ホールマン社によって開発された。圧縮空気、または、船舶のボイラーで生み出される、高圧蒸気を使用して、爆弾を空中へ投射する兵器で、ガス迫撃砲の一種である。主に1940年前半から1941年後半に、かけて使用された。 対空兵器が不足していた、次期の応急兵器として採用されたもので、対空砲が十分に配備されるようになると廃止された。長さ4フィート半のライフリングのない方針を持ち、砲弾を落とし込むと圧縮空気によって、高度600フィートまで打ち上げる。砲弾は3.5秒の次元進化を持つ、手榴弾であった。 マーク1の公式試験は1940年2月に行われ成功であると評価され、1000個が生産され、船舶に装備された。配備から3週間後には、初めての撃墜報告がされた。マーク2は、船舶のボイラーで生み出される高圧蒸気を使用して打ち上げる方式に改良された。1941年から生産が始まったバージョンで半自動式になり、 高度1000フィートまで打ち上げることができるようになった。マーク4も製造されたが、すでに時代遅れであり、実戦配備はされなかった。ありがとうございます。